ビタ合わせ着地は低く、ここにしかないぜ折れないリアル、声を大にして叫ぶぜビガー。猫は大好き43歳、チョコバニラボール新井のチャンネル、略してチョコジャニャンニャン。本日はですね、高須ですね、高須に来ました。タマちゃんがビガーお手伝いをしているということで、はい、ちょっと高須を案内してもらうと思うんですけど、はい、なんかね、パークがパワーアップしたらしいんですよね。今あっちにスーパーパイプ、あの、わかりますね、あのでかい、それの左側になんだっけ名前、ミクストアップバンク、ミクストアップバンクというね、天気ですね。てか高須の平日、土平日なのにこの人の数、さすがは奥見のクオリティ。じゃあ次は何、フリーライン的な、フリーライン的な遊び方ということでね。はい、そしてマオトもね、合流しました。よし、あざす、ま、パークプロデューサーとしてこのミクスドアップパンバンクス、カミカミだったね今で、カミカミで見事に作ったということではい、やっとできました、うん、いいね、けよかった、かなり本当ですか、うん、でしょって言って今日まだ滑ってないですか。あ、そうなんだとりあえずじゃあこの3人でまずまたしばらく滑りましょう。お願いします。
だいぶ面白いですね。やばいですね。はい。まあ、なんかあれだな、もっと いろいろラインを試したいっていう気分になってきますね。じゃあ遅めで。というように、高瀬ミキソアップバンクス面白かったです、はい。一応高瀬はでも、もういつまでオープンしてるのこれ。まあ最初は4月まで行ければいいな。ああ、じゃあこの状態は4月。そうですね、春パークもあるんで、うちは。そうだよね、春になったら、うん、山頂側にパークが移動する。そうそう。オッケーオッケー。じゃあ。どうなんでしょうね。なんか雪持ちそうだからもうちょっとやろうかみたいなのが出てくるのかな。その辺はまああのゲレンデからのインフォメーションで。なるほど。臨機応変っていうことで。はい。わかりました。まあ3月いっぱいもこれで間違いないということね。3月いっぱいはいけるんじゃないですか。はい。わかりました。じゃあ、はい。高須は雪がいっぱいあるんで、まだまだ楽しめますということで。はい。はい。
遊びに来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。伝えるなけりゃいつかは退屈。死ぬまであげろ、ナイスなバイブス。